未開の33やっていくんだけど、俺ね思ったんだよね、このアビリティ少ないんだね。アンチワープとアンチ減速壁の非属性、まあ、というわけで俺に組める最強編成で今回はやってみようと思います。スタミナ回復して、あとはフレンドに貫通タイプのいい感じの子がいてくれたら神。いや、いなくね。あ、これでもいけるのか。 OK。さあ、じゃあ未開33初見やっていきましょう。まあこれが流れてるってことはね、勝ったってことなんで、まあでも時間も時間だからな、もう結構かかっちゃったのよ今回。仕事も忙しかったしさ。はい、つうわけでやっていきましょう。はい、触れた数に応じて攻撃力アップなんで、まあじゃあ半蔵は強いでしょ。はいはいはい、あー、まあまあバカ強いじゃないけど十分十分だね。ただ内部弱点ってことはこれ貫通の方がいいな。めっちゃ短縮した。いや、いった。うっそ。やるやん。回復？あ、遅延。天使は遅延と。天使が遅延で、ん？加速雑魚なんだっけ？あ、友情コンボで処理すると、天使だけ倒して遅延が？あ、効くね。おー、ほん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 。あ、で、めちゃめちゃ湧くと。これ、貫通タイプの方がいいな。勝てるか、これ。まあ、OK。でも、持ってないからさ、マルタアルファ、状態上底力 M か。はいはいはい。超反撃で直乱気弾。友情はあんま取んねえんじゃないかな、これでも。微妙な気がする。まあまあ、でもなんとかなるでしょう。じゃあ、捨てにやっていきましょう。とりあえず、こう打って。思ったより硬いね。プラマイゼロか。あ、だからこれ同じ数いるのね。これでもいいわけね。あ、倒しきれない。あ、やばったかも。次が即死？即死はさすがにないか、でも。でもそれなりにきつい攻撃きそうなんで、右は攻めて倒したいよね。うっそ、OK、左倒した。右倒したかったけど左倒した。さっきと同じだったら白爆発と、お、めっちゃ遅延した。ああ、そっかそっか。じゃあ、うまい具合に調節してあげれば、敵の攻撃を無限に遅延できるわけだ。まあ、無限は言い過ぎか。でも結構遅延できそうだよね。こうやって同じ分蘇生してくれるんであれば。だから難しいけど、加速雑魚を倒さずに天使だけ倒せば、ただただ遅延をガスガスかけていけるわけね。ピンチになったらそれもありだ。ただこれほんと貫通のはいいな。天使一体だし。下から行くか、下から行って暴れ気味に。触れ。おお、めっちゃ削る、めっちゃ削る。そう、あのね、ぶっちゃけ人様の動画で、あのほら、サムネが流れてくるじゃないですか。で、ワンパンワンパンって書いてあったから、まあ、単純に触れた数で、過激して、ワンパンも可能なんだろうね。だから、イタドリとかじゃ無理だから、マームとか、いけんじゃないかな。うん、まあでも、リン2でも結構ちゃんと動けたから、リン2、2でよかったかも。リン2に半蔵1でよかったかもな。加速雑魚がしっかりめいるし、ほら、この子重心抱えしてるからさ、挑戦系解放されてて、減速率そんな低くないからね。ダッシュも確か持ってるよね。そう、ダッシュ M なんだよね。悪くない。これハマってない？あ、まあ、そんな気がしたよ。まあ、でも、暴れる分には悪くないかな。お、加速雑魚1体残したんでかい。これただただ遅延でしょ。うん。いいね。一旦何もさせない。で、蘇生される数が同じだから、
ルートしっかり組んであげれば無限遅延だな、本当に。まあ、ルートしっかり組めばだけどね。ただこれ、戦いづれな。だから、加速坂倒したら天使絶対一体倒したいから、まあ、基本暴れてればいい感じか。これも遅延成功。まあ、これ偶然だけどね。すごいじゃん。相手何もさせないじゃん。いいね、いいね。で、これ貫通だったらルート組みやすいですよってことか。そうだね、これ貫通のがいいな。おー、妙なマッチ。でも、遅延はかかると。靴雑魚は何をしてくるの？あー、そうか。靴雑魚がアビリティ展開か。で、リンツーちゃんでしょ？リンツーちゃんは普通に貫通だからルート組んで、まあ、普通はでもこれで貫通でいくんか。あれ？倒せんかった。あぶね。あとなんか、貴族戦のつくよみちゃんもなんか悪くないね。なんかさ、昔の超絶キャラとか爆絶キャラが最近こうやって色違い出てくるけど、この目の色の感じも嫌いじゃないです。はい。天使がいないか。天使がいない SS かを。いやー、でも、コンコンコンで中で暴れて、だからこれ加速3されたら結構やばない？動き回れ、動き回れ。大丈夫、お前は半蔵だ。まあまあまあ、十分でしょ。こんだけ稼げば。はい。即死まで13ターンくれてるから、結構長めにくれてるね。いや、次のステージわかんないからね。SS はまだ、とりあえず一発は取っとくか。シンプルに横殴りで上がってって、左が入れば理想。右行ったか。これ悪い方だな。リンツーのターンを待ち遠しいと思ったのは初めてかもしれん。でもそこまでやっぱマックス3ターン短縮だから、めちゃめちゃきつくなそうだね。ここで決めよう。上に靴もあるし。あ、いけ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 。よし。オッケー。じゃあラスゲやっていきましょう。何のキャラがいいんだろう、この辺。このクエストは。まあ、その辺はね、ゲームウィーさんとかでググってください。すいません。天使がいる。じゃあ、とりあえず初手はこれでいっか。うん、確実に遅延できて、要はさっきと同じ状態にできるわけでしょ？悪くないじゃん。そしたら、天使を絶対的に倒してあげなきゃいけないから、これで、いや、でも上でハマるな、このルートは。リンツーのターンをもっと大事にすべきだった。いやー、いや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 。そうだね、これ、リンツーのターンをもっと大事にすべきだったな。短縮されて終わったわ。最初のターンをドブに捨てた感じ。数が多すぎるのもあれだな。ちょっと実況が乗るよね。ボーグダウンはいいとして。まだまだ加速する。あ、でも十分十分十分。まあ、いけいけどんどんな。オッケーオッケーオッケー。まあ、最悪パックで遅延すればね、1ターンは持つし。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございます。まあ、今回の密会なんだけど、貫通タイプがいいね。絶対的に。それは間違いないと思いました。はい。いったっしょ。うん、オッケー。特に盛り上がりもなく終わりましたね。まあ、いっか。じゃあ、バイバイ。